皆様こんばんは。市橋京子のチャイコーヒーはお好きへようこそ。この時間は市橋京子がクラシックの魅力を演奏とお話でお届けしていきます。もう随分結構終わりに近づいてきまして、このチャイコーヒーはお好きも今までショパンであったりとか、ロシアであったりとか、あと歌曲などもやらせていただいてきたんですけれども、あんまりドイツっぽいものをやってないなと思いまして、今回はドイツ語圏の作品をご紹介していこうと思います。まずはじめにご紹介しますのはヨハン・セバスチャン・バッハの作品です。バッハと言いますと、まあ難しくってで、なんか退屈するなみたいなイメージをお持ちの方もいらっしゃると思うんですけれども、私個人としてはとってもロマンチックな作曲家だなと思ってまして、ちょっと今回はその中でもとってもすごく素敵で綺麗な作品を持ってきましたので、イメージが変わったらいいなと思っております。ではバッハ作曲の平均律クラビア曲集第1巻より8番をお聴きください。ありがとうございます。バッハ作曲の平均律クラビア曲集より第1巻8番をお聴きいただきました。こちらの曲はロシアの作曲家でありピアニストである
サムイル・フェインベルクという人の CD があるんですけれども、私が大学生の時にそちらの CD にドハマりして、でこの1巻の8番が本当に好きで、毎日も学校帰りとかエンドレスリピートしながら、まあ過ごしていた思い出の曲です。ぜひ気に入っていただけたらと思います。続いてお届けしますのはモーツァルトの幻想曲破綻調です。幻想曲というジャンルで、このどんどん部分部分がつながっていくという感じの曲想になっているんですけれども、ちょっと最初の方を弾いてみます。という感じで始まるんですけれども、結構、まあ、びっくりするような結構大きい音で始まります。で、シューベルト会を見てくださった方は即興曲の1番を私が弾いたのを覚えてくださってるかなと思うんですけれども、それはというふうに始まりましたよね。ちょっと似てるなと個人的に思うんですけれども、シューベルトはこのソから始まって、でモーツァルトの幻想曲は、こうですね、ドから始まります。でどちらも破綻調の曲なんですけれども、シューベルトは続音のソから始まって、モーツァルトはもうドっていうふうに結構威厳のある感じで始まります。ちょっとそういった違いにも注目して聞いていただけたらなと思います。でその後ですね、というような綺麗な感じのところに移っていくんですけれども、モーツァルトというとオペラの作曲家としてもとても素晴らしいですよね。この幻想曲破綻調が書かれた翌年にはフィガロの結婚、いやドン・ジョバンニ、先ほどのは恋とはどんなものかしらという曲で、次のドン・ジョバンニはお手をぞどうぞという曲なんですけど、ちょっと耳に馴染みのある曲かなと思います。なのでこちらの幻想曲も結構オペラのような、すごく喋るようなところもあったり、アリアのようなところもあったりという感じなので、ちょっとそういったイメージを思い浮かべながら聴いていただけたら嬉しいです。
ありがとうございます。ちょっと長かったとは思うんですけれども、いろいろな要素が詰まっていて素敵な作品だなと思います。チャイコーヒーはお好きも残すところあと2回となってしまったんですけれども、まあそんなわけかそんなわけではないのかわからないですけれども、次に演奏しますのはベートーベンの告別です。告別っていうのはベートーベンの作曲のお弟子さんでもありパトロンでもあったルドルフ大公がちょっと戦争を逃れてウィーンを離れる時にベートーベンが献呈した曲なんですけれども、そうですね、最初は告別といってここにドイツ語でレーベボールって書いてあるんですけれども、ベートーベンが表題をつけるというのは結構珍しいことで、それだけ思いが詰まっていたんだなと思います。で、2楽章は不在となってまして、なんかすごく寂しそうな感じですよね。で、3楽章は再会なんですね。という感じで、まあ、ちょっと弾きにくいんですけども、嬉しさが詰まってるような感じですね。で、ベートーベンは結構やっぱりパトロンに頼っていたというか、まあ、その時代結構やはりパトロンが音楽家を支援していたんですけれども、結構計算高い人といいますか、偉い人が2人争っていた時にどちらにも曲を献呈しておいてどちらが勝ってもいいようにとか結構計算して曲を書いたりもしていたそうです。でもやはりいつの時代も音楽家が生きるっていうのはとても難しいので、本当に、まあ、今と変わらずでもないですけれども、ベートーベンのような人でもそんなことをしていたんだなと思っております。ではそのルドルフ大公に捧げられた告別をお聞きください。
ありがとうございました、今日はちょっとドイツ語圏の作曲家をご紹介してみました。次回はですね、皆様からのリクエストをちょっと頂戴したいなと思っておりまして、一応まあ最終回から2回目ということで、今ちょっとショパンを弾いてくださいという声をいただいてるんですけれども、もし何かございましたらチャット欄かコメント欄か私の SNS などに書き込んでいただけたらなと思っております。今日ちょっとロシア語喋るのを忘れていたんですけれども、извините, что я забыла говорить по-русски. Сегодня я сыграла германский. Нет, не германский, а немецкий. Немецкий произведение я играла. И Бах, Моцарт и Бетховена. И в следующий раз я хочу что-нибудь...от вас, что пьесы. Поэтому, если есть, которые вы хотите сыграть, я не понимаю, как сказать. Если хочется, там пишите комменты или чат, или мой SNS, пожалуйста. Спасибо. ありがとうございました。残り2回となりましたが、最後までお楽しみいただけたら嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。パカパカ。